お元気ですか、ボクシミです。今回は2023プロ野球チップス第2弾開封動画、3回目でございます。それではね、早速やっていきたいと思います。今回は8袋で挑戦したいと思います。で、そろそろね、ラッキーカード引きたいなと思っております。それではやっていきたいと思います。じゃあ3回目の1袋目でございます。千葉ロッテマリーンズの荻野貴司、外野手でございます。北海道日本ハムファイターズの五十幡亮太、外野手でございます。続いて2袋目でございます。広島東洋カープの大瀬良大地投手でございます。オリックスバファローズの宮城大弥投手でございます。3袋目でございます。読売ジャイアンツの長野久義、外野手でございます。福岡ソフトバンクホークスの東浜尚投手でございます。4袋目でございます。こちらね、チェックリストでございますが、球団の新人では16人目となる開幕スタメンを勝ち取った阪神の森下選手でございます。で、福岡ソフトバンクホークスの栗原良也、外野手でございます。5袋目でございます。ヤクルトスワローズの石川雅則投手でございます。で、東北楽天ゴールデンイーグルスの浅村秀人、内野手でございます。6袋目でございます。ヤクルトスワローズの内山壮真、保守でございます。で、東北楽天ゴールデンイーグルスの則本貴博、投手でございます。7袋目でございます。で、ごめんなさい、2023初勝利を挙げたこれね、田中将大投手のこれカードでございます。で、北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎、内野手でございます。ちょっとカメラがね、ぶつかったことで、ね、お詫び申し上げます。で、最後、8袋目でございます。中日ドラゴンズの涌井秀明、投手でございます。で、最後は東北楽天ゴールデンイーグルスの島内宏明、外野手でございます。はい、以上で2023プロ野球チップス第2弾の開封動画、第3回目を終わりたいと思います。今回は、申し訳ございません、白サインカードと、キラカードはね、1つも出ませんでした。ラッキーカードも出ませんでした。で、まあね、そんな世の中ね、甘くないのでね、またチャレンジしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、9月になりますとですね、もっとね、どんどんとね、このプロ野球チップスだけじゃなく、他のね、BBM さんや、ポックさんなどの、プロ野球カードもね、上げていきますので、よろしくお願いします。で、来週から、今週のね、日曜あたりからね、またね、このチアリーダーのカードがね、出ますのでね、これもしね、購入しておりますので、その次第、また、開封動画としてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。